デュンケル、または、ドゥンケルは、ビールのスタイルの一つである。ドイツ語、ダンクルは、暗いを意味する単語であり、ドイツ南部発祥の褐色の液色をしたビールである。18世紀になって、液色の薄いピルスナーが開発されるまでは、ほとんどのビールが濃色であったため、単に、デュンケルと呼んだ場合には、バイエルン地方のダークビール全般を指す。 ミュンヒナー・デュンケルは、ミュンヘンで作られる伝統的な仮面発酵ビール。麦の甘み、ホップの苦み、軽い口当たりのバランスが取れているのが特徴。ビアスタイルガイドライン1208では、ヨーロピアンスタイルダーク、ミュンヒナー・デュンケルとして、以下のように定義している。デュンケルバイツンは、小麦を主原料にした、上面発酵ビール。ローストしたモルトを使用するのが特徴。製品は、 酵母入りであるため、生産者は、ボトルのラベルに、酵母を混ぜて、グラスに注いで欲しいか、酵母を混ぜないで、上澄みだけをグラスに注いで欲しいか明記する必要がある。ビアスタイルガイドライン1208では、デュンケルバイゼンを以下のように定義している。通常のデュンケルの基準値よりもアルコール度数が高いが、味、香り、色合いなどの特徴が維持されており、かつその特徴と、 高アルコール分が調和している異物をダブルデュンケル、トリプルデュンケルと呼ぶ。ダブルデュンケルバインの製品にはアルコール度数7%を超すものもある。ありがとうございます。